マーガレット・キャベンディッシュとその夫である初代、ニューカッスル・公、ウ、ィリアム・キャベンディッシュ・ニューカッスル,イコールアポニー・イコール・タイン。公爵夫人、マーガレット・ルーカス・キャベンディッシュは、17世紀の心境、都革命から、王政復古期のイングランドの貴族、哲学者、科学者、文人である。称号はしばしば、ニューカッスル・公爵夫人と略されることもある。17世紀の得意で、 画期的な女性作家、哲学者として、称賛と批判の両方を浴びてきた人物である。詩人、哲学者、三ン,ンドマンス作家、エッセイスト、劇作家であり、ほとんどの女性作家が出版を匿名で行っていた時代に自分の名前を明らかにして作品を刊行した。著作の主題は、ジェンダー、権力、習慣、科学、哲学、文芸評論など多岐にわたっている。 ユートピア的ロマンスである光り輝く世界はサイエンスフィクションの最初期の例である。マーガレットは自然哲学と近世の科学について幅広く出版活動を行ったことで名高い。10作を超える自作を発表しており、改訂版なども含めると全21作を刊行している。哲学者としては17世紀のアリストテレス主義や機械論を拒絶し、 正規論的なモデルの方を好んだ。1667年、ロンドンの王立教会に出席した初めての女性となった。コルチェスター近郊のセント・ジョンズ・アビーにある荘園で暮らしていたルーカス一族の娘で、著名な王党派であるサー・ジョン・ルーカスや、サー・チャールズ・ルーカスの妹である、イングランド王妃、ヘンリエッタ・マリアの次女として、共にフランスに亡命した。 1645年に当時はまだ公爵であった、ウィリアム・キャベンディッシュの二人目の妻となり、その後夫が初代入荷する公爵となるのに伴って、入荷する公爵夫人と呼ばれるようになった。マーガレット・キャベンディッシュの姉、メアリ・ルーカス・マーガレットは、トマス・ルーカスとエディザベス・ルーカス夫妻の娘として、エセックスのコルチェスター近郊にあるセント・ジョンズ・アビーで1623年頃に生まれた。 トマスは決闘のせいで亡命することになったが、ジェームズ一世の許しを受けて1603年にイングランドに戻ってきてエリザベスと結婚した。本人の記録によると、8人兄弟姉妹の一番下の妹であったので、他の兄弟姉妹と長く一緒に過ごした。公的教育は受けていないが、学級的な蔵書にアクセスできる環境で、家庭教師もつけられていたものの、 ルーカス家の子供たちはあまり家庭教師に関心がなく、恩恵を受けるよりは方ばかりだったという。若い頃からマーガレットは試作を好んでいたが、女性が大っぴらに知性を示すのが良しとされていなかったため、ごく近しい人々とし価値的な事柄については話さなかった。一家は比較的富裕で、父トマスが1625年に亡くなった後も母、エリザベスは、 夫の生前に比べて生活レベルをあまり落とさず暮らすことができ、子供たちはまっとうな楽しみや無害な喜びを経験して育つことができた。母はほとんど男性の助けを借りずに火星を取り仕切っていた。第一次イングランド内戦が勃発した時、ルーカス一家は国王チャールズ一世を支持しており、安全を求めてマーガレットは王党派の画像であるオックスフォードに引っ越した。 1643年、マーガレットは王妃ヘンリエッタ・マリアのメイド・オブ・オナーとなった。翌1644年にマーガレットは亡命する王妃に付き従ってフランスに向かいパリに亡命宮廷ができた。ヘンリエッタ・マリアはルイ13世の妹で当時のフランス王である幼いルイ14世にとってはおばであった。1645年2年前に妻のエリザベスを亡くして、 カフとなった王党派の貴族である入滑する公爵、ウィリアム・キャベンディッシュがパリの王妃のもとにやってきた。マーガレットの兄であるサー・チャールズ・ルーカスはウィリアムの部下であった。ウィリアムはベン・ジョンソンなどの文人の講演者で、本人も劇作家として活動するほど文芸に通じた人物であり、マーガレットに対して愛の詩を書いて求婚した。 ウィリアムとマーガレットは1645年の末にパリで結婚し、マーガレットは入荷する公爵夫人となった。マーガレットは責任感があって忠実な性格の夫を大変愛していたと述べており、王に政治的な忠誠を誓ったせいで自分もキャベンディッシュ一家も苦しい立場に追い込まれたが、夫のこうした性格のおかげで耐えることができたと言っている。 マーガレットは不妊について医師に相談していたものの、夫妻には子供ができなかった。ウィリアムと亡き妻、エリザベスの間には、成人に達するまで成長した子供が5人をおり、そのうちの2人であるジェーンとエリザベスは、父同様演劇に関心があり、戯曲、隠れた空想を書いている。マーガレットは後に、夫の伝記である、糸も尊く、毛高く、強き気候し、 ウィリアム・キャベンディッシュの生涯を書いている。夫への拳字でマーガレットは自作の著者が本当にマーガレット自身であるのかについて疑いがかけられ、特に夫が影の作者なのではないかという噂が流れた時のことについて語っている。こうした非難の中で夫が自分を擁護してくれたということを回想している。一方でマーガレットは 文筆活動を始めるにあたって作家である夫から大きな支援を受けており、その影響を率直に認めている。ウィリアムが幅広い文人たちと交流を持っていたことから、マーガレットもそうした知識人のネットワークに触れることができるようになった。1662年に刊行した議曲集の序文において、マーガレットは夫に対して、あなたの基地のおかげで、 私の心に戯曲を書きたいという欲望が生まれました、という感謝の意を述べている。マーガレットは自分の著作において、印刷という公共権において、互いを頼りにする夫と妻というイメージを作り上げている、評されている。内戦中のキャベンディッシュ家の家計は苦しかった。王政復古の後は若干好転はしたものの、ウィリアムはチャールズ2世からそれほど、 大きな報酬を受けることはできなかった。マーガレットは、ウィリアムとの結婚後、おそらくは、夫が提供してくれた知的な環境に刺激されて、本格的な執筆を開始し、著作刊行を考えるようになった。1653年に、初めての著作を刊行して、以降、幅広い分野にわたる著作を発表している。マーガレットが著作を観光するようになった理由は、 自身が明言しているように名声を得るためであり、非常に野心的で名誉を求める気持ちを隠さない、著述家であった。一方でこうした野心とあまり釣り合わない、恥ずかしがり屋の一面も持っており、さらに女性であるがゆえに、公的な場に出る機会が少なかったので、著作の宣伝のため、自分から様々な学者や図書館に本を検定していた。死と空想、死と空想は、 マーガレット・キャベンディッシュが極めて多岐にわたる主題について書いた詩、書簡、三分のコレクションである。本書に収められたキャベンディッシュの著作は、詩的フィクション、道徳的教訓、哲学的意見、ダイアローグ、講話、詩的ロマンスなどの形で書かれている。この著作には、 夫のウィリアム・キャベンディッシュの弟で、当時の知識人の間で非常に敬愛されていた、数学者であるサー・チャールズ・キャベンディッシュへの拳字が、ついている。著者の老い立ちと人生についての真実の話、マーガレット・キャベンディッシュは1656年、著作集である、空想の筆にて、本物のように描かれし、自然の絵に、ホイとして回想録である。 著者の生い立ちと人生についての真実の話を収録した。この作品は宗教者ではない女性が英語で書いた自伝としてはイングランドで初めて観光されたものである。マーガレットはこの自伝の中で自分のことをメランコリーに陥りやすい性格だと記述している。応答派の騎兵士機関としてイングランド内戦で目覚ましい業績を上げた後、反逆者として 議会派に処刑された兄、チャールズ・ルーカスを含む、自らの家族に関する詳細な記録も含まれている。マーガレットは33歳でこの辞令を書いたが、これについては、文芸批評家の間で議論がある。自らのパブリックイメージが、世間的には、このましからぬものと見なされているのに対抗するため、信頼性を確立してまともに自分を売り込めるような、 イメージを作ろうとする試みだったのではないかという推測もある。マーガレットは自分が元気なうちに口さがない人々の噂に対抗しておこうとして自伝を書いたのだと考えられている。擬曲集、マーガレット・キャベンディッシュの擬曲集は2巻で刊行されている。1662年の擬曲集は英語連によりロンドンで刊行され以下の作品が収録されている。 1668年の未観光儀曲集はロンドンのアン・マクスウェルにより観光され以下の作品が収められている。こうした作品群は観光時に商業劇場で上演されたことがないクローゼットドラマでありマーガレット・キャベン・ディッシュはより幅広い層の読者に届くことを期待して儀曲を観光したと考えられている。生前には上演されなかったが 楽しみの陰性書などの数作は死後に上演されたことがある。こうした2曲のうち、女の学院や楽しみの陰性書は女性だけのコミュニティを扱っている点に特色がある。楽しみの陰性書はヒロインのレディ・ハッピーが女性だけの陰性書を作って楽しく暮らしていたところ、女装して王女となった王子が陰性書に入り込み、相手が男であることを知らずにレディ・ハッピーが恋に落ちて、 しまうという物語であり、アイデンティティやパフォーマンスの不安定さを強調している点が特徴的な芝居である。社交書館集1664年にウィリアム・ウィルソンによって刊行された社交書館集は、実在の女性の間でやり取りされた手紙のように見えるよう編纂された書簡集の形をとる著作集であり、極めて多様な主題を扱っている。 すべてが架空の人物あってというわけではなく、いくつかは実在の人物に当てられたり、実在の人物のことを書いている可能性があり、書簡173番のキャラクターはトマス・ホップズかもしれず、CR という人物はチャールズ2世かもしれないと指摘されている。書簡123番はまとまった形で交換された本格的なウィリアム・シェイクスピア批評としては現存する最後のものである。 実験哲学に関する所見。実験哲学に関する所見は、顕微鏡図譜を刊行したロバート・フックや王立協会の主張に応える形で書かれた著作であり、王立協会が行っていた実験プログラム、特に顕微鏡などの工学機器を熱狂的に採用しようとする風潮に対する批判が含まれている。マーガレット・キャベンディッシュが、 実験主義を批判した理由は、新しい実験器具などが時として、当てにならず、それから得られる、不純な像からは、理性に勝る成果は期待できないと考えられるからで、ある。名誉ある病としての書くこと、実験哲学に関する書見の序文で、マーガレット・キャベンディッシュは、自分がたくさん著作を書いていることについて、読者は、これが病だと思うだろうと述べている。しかしながら、 キャベンディッシュによると、もしそうであるならばこれはアリストテレス、キケロ、ホメロス、アウグスティヌスなど、たくさんの人が同じ病にかかっていたのであり、野心ある者にとってこうした人々と同じ病気にかかるのは名誉である。学識体基地読者への所簡で、マーガレット・キャベンディッシュは、女の基地は男と同等たり得るものであり、故に女は、 男と同じくらい簡単に学ぶことができると書いている。基地は生まれつきであるが、学識は人工的なものであり、マーガレットの生きた時代の男性には女性よりも教育を受ける機会がふんだんにあった。光輝く世界マーガレット・キャベンディッシュが1666年に実験哲学に関する書見と一緒に三分の物語、光輝く世界を観光し、 1668年に、両方を一緒に再刊した。光り輝く世界は、ヒロインが架空の国である光り輝く世界の女帝となり、著者に近い人物である、公爵夫人の魂とより大きい世界のビジョンを語り合う、ことにより、二人の女性主人公が世界を創造する、という物語である。英語で書かれた、ユートピア SF の先駆的作品の一つとして評価、されている。 シルビア・バウアーバンクや、セーエラ・メンデルソンなどの論者が指摘しているように、この SF 小説の祖先とも言うべき作品は科学、ジェンダー権力について批判と探求を行っている。想像力と理性、哲学とフィクションなどの対立関係についても扱っている。本作のエピローグにおいて、マーガレット・キャベンディッシュは自身が哲学世界の女帝なのだと述べている。 さらに読者に当てた書簡では、マーガレット一世になりたいと述べている。その他の著作その他の著作としては、世界の周囲、哲学的及び物理的意見、哲学書簡、弁論集などがある。マーガレット・キャベンディッシュは1673年12月15日、入ッする公爵家の屋敷である、ノッティンガムシャーのウェルベックアビーで亡くなった。1674年1月7日に、 ウェストミンスター寺院に埋葬された。マーガレットの死は突然であり、80歳近い高齢だったウィリアムは、ロンドンでの埋葬に自ら立ち会うことができなかったという。代わりにウィリアムは亡き妻のためロンドンでの盛大な葬儀の手はずを整え、墓碑鳴を準備し、妻の意向を編纂して、比類なき貴婦人入荷する公爵婦人マーガレットを、記念する書簡と歌として出版した。 哲学史屋のアイリーン・オニールは、マーガレット・キャベンディッシュの自然哲学の外観と評価を、実験哲学に関する初見2001年版のイントロダクションで衝述している。オニールは、マーガレットの自然哲学をアリストテレス主義や機械論の否定であり、ストア派的な哲学を肯定するものだと述べている。オニールは、女性が17世紀に自然哲学について、 書くのは稀なことであったにもかかわらず、マーガレットはこの主題について6冊も本を刊行していることに着目している。オニールによると、マーガレット・キャベンディッシュは自然哲学について正式に教育を受けたことがなかったが、夫のウィリアム・キャベンディッシュとその弟・チャールズはどちらもこの主題に興味があり、マーガレットが自らの関心を追求して研究を進めるよう支援した。 さらにマーガレットはトマス・ホップズのような哲学者との社交からも影響を受けた可能性がある。オニールによるとチャールズに哲学を教えたホップズはマーガレットの自然哲学にも大きな影響を及ぼしており、マーガレットは自然において無形の魂は存在しないと考えるホップズの唯物論的哲学を支持した17世紀の数少ない哲学者の一人だった。 1660年代以降、マーガレット・キャベンディッシュは、同時代の著作を以前より真剣に研究するようになり、他の自然哲学者との比較対象を行うことで、自身の議論をより巧妙に表現できるようになろうと、努めた。マーガレット・キャベンディッシュの神に対する考えには、はっきりしないところもある。哲学的及び物理的一見においては、神の存在を信じており、 無心論者ではないことが明確にされている。一方で、自然的理性は非物質的存在に関する概念を理解したり、考えたりすることができないと考えていたようである。イングランドではフランスほど女性によるサロンが盛んでなかったこともあり、マーガレット・キャベンディッシュは、アンコンウェイなどの同時代の女性知識人とあまり交流する機会を得ることができなかった。 マーガレットの女性に関する考え方は矛盾に満ちたものだった。一方では教育を受けられないことをはじめとする女性に対する束縛に不満の意を示していた。他方では女性は男性より劣っているという考えに苛まれ、その考えを受け入れて著作でも表明していた。マーガレット・キャベンディッシュの絶対主義的、エリート主義的な政治観は反フェミニズム的であるとして、 批判されている。一方でこうした捉え方には批判もあり、その著作にはもっとフェミニズム的な要素があると考える、論者もいる。マーガレット・キャベンディッシュは、動物愛護を早くから訴えた、思想家として、動物愛護活動家から高く評価されている。動物実験に対しては、否定的で、自然な状態で介入なしに動物を観察する方を好んだ。 ただし、マーガレットは17世紀の他の科学者に比べると、動物愛護に熱心だったとはいえ、現代における動物の権利の考え方に、そこまで接近した思想を持っていたわけではないということも指摘されている。アイリーン・オニールによると、マーガレット・キャベン・ディッシュの自然哲学その他の著作は、サミュエル・ピープスや、ヘンリー・モアのような同時大臣から、バージニア・ウルフのような後世の人々まで、 様々な読者から批判を受けた。17世紀に女性作家として活躍し、男性と自然哲学について話すのを好み、着るもの,のセンスも芝居ががかっていたため、マーガレット・キャベンディッシュは結局、イカレタ・マッチ・マット・マッチというあだ名で呼ばれるようになった。同時大臣の多くがその著作が奇妙だとして攻撃した。王立協会メンバーだった。 サミュエル・ピープスは1668年3月18日の日記でマーガレットをイカれてうねぼれて馬鹿げた女性だとこき下ろしている。長年の苦労を乗り越えて結婚したウィリアム・テンプルとやりとりした恋文でのちに自身も女性文人として有名になるドロシー・オズボーンは19世紀になってから刊行された書簡の中でマーガレット・キャベンディッシュの著作を読んだ後 ベトラム精神病院にももっと正気の人がいると思うと述べている。このようにマーガレット・キャベンディッシュは多くの批判を受けたが、称賛する者がいないわけではなかった。マイルド・メイフェイン、ジョン・ドライデン、サー・ケネルム・ムデグビー、ヘンリー・モアはマーガレットを認めていた形跡があり、ジョゼフ・グランビルやウォルター・チャールトンはマーガレットの主張を真面目に受け取って批判した。クリスティアン・ホインスも、 マーガレット・キャベンディッシュとオランダの涙について真面目に議論を行っていた。チャールズ・ラムも社交書監修や意図も尊く、気高く、強き気候師、ウィリアム・キャベンディッシュの生涯を気に入っていた。王立協会は女性を長く締め出しており、科学的な探求についてはマーガレット・キャベンディッシュを見下す雰囲気が広くあった。マーガレットは王立協会に招かれた最初の女性だったが、 初めて女性の会員を受け入れたのは1945年のことである。メンバーだったジョン・イーブリンはマーガレットの学識や文才をあざけり、ロバート・ボイルもマーガレットの前で行われた実験の多くはくだらない内容で、彼女には実験をきちんと評価する力がないと考えた。それでもなお、マーガレット・キャベンディッシュの学識を尊敬する者はおり、同時代のフェミニストだった。 バスアマ・キンは、今の入荷する公爵夫人は適切な教育の、おかげというよりはご自分の天才で、多くの大人の男を忍ぐようになられたと述べ、女性が学識を得て活躍する最善の例だと考えた。さらに、思考研究の進展により、王立教会幹事も務めたネヘミア・グルーは、マーガレット・キャベンディッシュの著作を真剣に受け取って、参考にしていたことが判明し、 法律協会の全員がマーガレットの研究成果を軽視していたわけではないことが分かっている。死後相当な期間が経過するまでマーガレット・キャベンディッシュはそのエキセントリックさゆえ文学史やからあまり注目されてこなかった。バージニア・ウルフが1925年に一般読者で取り上げるまであまりマーガレット・キャベンディッシュが真面目に取り上げられる機会はなく、 ウルフも決して高く評価したわけではなかった。1957年、ダグラス・グラントが初めてマーガレット・キャベンディッシュのみを対象にした単著の電気マーガレット・ザ・ファースト、A Biography of Margaret カブンディッシュ、ダッチェス・オブ・ニューカッスル1623-1673をトロント大学出版局から上司した。1980年代以降になると、 フェミニズム批評の観点からの再評価がなされるようになり、複数の研究所が刊行され、歴史的観点からマーガレットのエキセントリックな振る舞いを再評価する試みがしばしば行われるようになった。光り輝く世界の知名度が上昇し、最初の女性 SF 作家としても知られるようになった。光り輝く世界に登場する本人の代理である公爵夫人のキャラクターは、 現代におけるメアリースキャラクターの最初期の例であると考えられている。戯曲についてもジェンダーアイデンティティやジェンダー規範に挑戦するものとしてパフォーマンススタディーズの文脈で研究されるようになった。1997年には国際マーガレット・キャベンディッシュ協会が設立された。マーガレット・キャベンディッシュの著作の電子化などを進める学術プロジェクトであるデジタル・キャベンディッシュプロジェクトも 活動している。2014年、シリハストベットは、光り輝く世界の影響を受け、同じタイトルを関する小説ザ・ブレイジング・ワールドを、刊行した。ダニエル・ラットンは2016年に、マーガレット・キャベンディッシュの生涯を描いた小説、マーガレット・ザ・ファーストを刊行している。著作一覧の情報は、フィッツムリシーによる、 オックスフォード・ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー・エントリー、カニングによる、スタンフォード・エンサイクロペディア・オブ・フィロソフィー、アーカイブ・エントリー、アーリー・イングリッシュ・ブックス・オンライン、およびセムラーによる。光り輝く世界は、新世界史光り輝く世界というタイトルで、川田淳による翻訳が、ユートピア旅行記総書にに収録されている。また、 著者の老いたちと人生についての真実の話は、斉藤美和による翻訳が、欧米言語文化研究の2号と4号に、前後編に分けて掲載されている。著作の日本語訳。ありがとうございます。